スーパー大人フェス2023、これどういったイベントか教えていただきたいんですが。はい、40歳以上のアマチュアミュージシャンの方に応募いただきまして、はい、その中から選ばれた8バンドの、方が大阪城野外音楽堂のステージに立っていただけると、なんか生きてるっていうことを感じていただきたいっていう場を、はい、提供したいということで、はい、このイベントを開催しており、はい、イベントとなっております。人間っていうのはなんていうの、無邪気さって忘れちゃったら人生がつまんないと思うんですが、それどうですか？僕も大賛成です。僕はもう夢がないと生きていけない人間でして、はい、私ながら、はいはい、それがなんか生きる原動になるかなって僕は自身は思ってますので、やっぱり皆さんが演奏されてるところを見ることが僕一番感動することで、はい、それで前回も優勝バンドの奏でたいっていう方がいらっしゃったんですけども、はい、優勝の時にお泣きいただいて、もうそれを見て僕ももらい泣きしそうになりまして、なんかもうめちゃくちゃ嬉しいっていう感じで皆さん全力で演奏されてるのを見るともうすごい胸が熱くなるっていうか、はい、はい、それとバンド出演者もまだ募集中ということで、はい、そうですね、2月の26日まで募集しておりますので、はい、ぜひぜひください、はい、我と思わん方はぜひエントリーをしていただいて、はい、できれば大阪城野音の大きなステージに立ってエネルギーを発散してくださいということですね。はい、はい、じゃあ美馬さん、今日はね時間が短くて申し訳ないんですが、最後にメッセージをお願いします。はい、もう今から音楽を始めようって思う方も、ずっと音楽やられてきたっていう方たちも、全ての皆様に楽しんでいただけるイベントとなっておりますので、はい、ぜひまだご応募期間も残っておりますので、ぜひご応募お待ちしております。はい、ということでスーパー大人フェスについて詳しくお知りになりたい方はインターネット検索、スーパー大人フェス2023、スーパー大人フェス2023で、チェックしてください。ということで美馬さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。